小松菜とツナのマヨポン、ゴママヨポン。はい、ありがとう。ゴママヨポンへできました。はい、ちくわと小松菜と卵に塩炒め、豚肉と小松菜の梅炒め出来上がり。はるはる家の台所ではオンライン学校を運営しております。料理教室、個別相談、パーソナルコースの3つのコースがあります。詳しくは概要欄までお願いいたします。書籍の方も販売しております。おかんおかん、はいはい、ちょっと企画考えました。またわけわかんない企画。小松菜を使って、小松菜、はい、3種類の、うん、食べ物っていう、なんかおかず、うん、を作ってください。でもさ、ほんと急なんだよね。だからあるものでやるけど大丈夫です。いい？はい、お願いします。3種類今あさるわ。はいちょっと待ってね。お願いします。 OK。 あるもの、はい、冷蔵庫にあるもの、材料が、材料がですね、こんな感じで揃えました。何がわからんのまずあのね、この半端に残った切り落とし肉、何本あるか知らんけど、はい、ね、そしてね、あと卵でしょ、はい、この半端残った人参と、このネギ、はい、ちくわ、はい、ツナ、はい、梅干し、はい、それからまだ小松菜3種類作るからさ、この残った中途半端な小松菜もあるからさ、これもね使って3品はい挑戦します。お願いします。OK。小松菜小松菜を切っていくよ。小松菜切ってチンしていくよ。これは3種類とも使うの？え、何の？これこの小松菜3種類分3種類分ちょっと3つともじゃチンするってこと？いや、あとは炒めるかな。はい、炒めようと思う。この小松菜何種類分？うん、3種類分。あ、これ、うん、1種類分、もうちょっと減らす？多いんじゃない？多い？うん、まあいいけど。あんた持って帰りなさい明日。はい、わかりました。ちゃんと野菜食べてくれる？はい、ありがとうございますまずこれを、人参ね、うん、ちょっと中途半端に残った人参があったから、これを細切りにして、あ、千切りにしていきます。かわいい。そして一緒にチンしていこうと思う。多いかな、はい、他も。まあ余ったら余ったでいいわ。まあこんな感じで3品作っていくっていうやつでやってみようか。はい、ね、でこれをチンしていこうと思います。これで大体2分ぐらいかな。2分ぐらい、よし、チンしていくよ。してこの間に他も切っていった方がいい？そうですね、切っていきます。そしたらね、次はね、ちくわと卵と小松菜にしようと思う、はい、卵はほぐしておく。してちくわは斜めに切っておく。いい？はい。してネギ、これね、あのこんな中途半端な感じのネギがこれがあるんだけど、これは斜めに切っておこうかな。あ、これは3品目の方で使う。はいはい。ちょっと今下ごしらえ一緒に同時にぐちゃぐちゃになってるけど、うん、大丈夫？うん。で、この豚肉、うん、ここにね、私は塩コショウで下味をつけていこうと思う。何が何の料理か分かんなくてもさ、うん、まあ、小松菜の1個で、例えば明日の弁当とかさ、うん、みたいな感じで参考の動画にしてもらえたらいいんじゃない？そうだね、今日の夜と明日の弁当、そうだね、みたいなとかっていう感じでね、うん、してください。はい、はい、節約にもなるじゃんこれ。あ、そうだね、1個でね、小松菜1個で3種類できたらさ、小松菜やってんじゃん。あ、そうなの、うん、やってるよ。だからこれはどうしようかな、これぐらいにしようかな、これにして、全部買っちゃおうか、これさ、これいい、うん、買っちゃおう、これ小松菜、これの1束で2種類作るかな。
はい、うん、ね、で、はい、残りの2分の1個で今やつで作る、はい、それで3品はい、お願いします。はい、ね、はい、でこれ洗って小松菜洗います。根元ね、はい、洗って芯ができましたね。できました、洗いました。よし、小松菜をだいたい3センチ、どっちも3センチ幅ぐらいでいいかなと思うよ。3、4センチ幅に切って、うん、ちょっとこれ 2個分ね、分けとくね、切ってね。そういえばテレビ撮影どうだった？いきなりテレビ出たでしょ。テレビ、うん、楽しかったよ。いい経験させてもらいました。私こんなね、年になってね、そんなことが経験できると思わなかったので、確かにとてもいい経験でございました。ね、そして小松菜がこっちにできたでしょ、うん、それはもう和えるだけなんだ。そしてね、梅干しをね、はい、使ってこうと思う。この梅干しね、蜂蜜で 3% 使ってる。そんなに塩味の強くないやつ、これ梅干しも使っていこうかな。美味しいと思うよこれ。梅干しは何に使うの？これね、メインのおかず、小松菜と、こっちだね、見てこういう感じで分けた、こういう感じでございます。はい、何に使うの？これ梅干しみたいな。梅干しとネギのやつは豚肉、うん、うん、焼くんだ、うん、卵とちくわは？卵とちくわと小松菜で炒める。はいはい、うわ、それは和え物？うん、これは梅干しのタレ。梅干しのタレ食べてます。梅干し菜と和えていく。こんな感じ。はい、お願いします。やっていきます。はい、さっきチンした人参と小松菜を、はい、しっかりとね、また水切るでしょ。水切って、よし、切ります。はいはい、水切りました。それからツナ、うん、私は水煮缶を使ってるんだけど、これオイル漬けでも大丈夫。軽く切って、オイル漬けの場合はオイルもこうやってギューってね、絞ってね、切ってあげて、はい、そしてこれを入れますね。もうちょっとこの半分でいいと思う、この量なら、はい、ね、そしてここにマヨネーズ少し入れて、でポン酢入れるかな、マヨポンだね。ポン酢入れて、でここにすりごまも入れてくかな。すりごま、よし、ほい、できたほら、これでも混ぜて、あとは全体を混ぜてね。なるほど、そうそうそう、こんな感じで、あと味を見て、ちょっともう少しポン酢が欲しかったらポン酢入れてあげればいいし、ちょっと味見してみる。計量してないからね。うん、うん、もうちょっとポン酢入れるか、もうちょっとポン酢と、もうちょっとマヨ入ってもいいかも。チミ入れてもいいと思うよ。一品目完成。一品目これで完成でございます。見せて。ほら。見せて。はい。名前は？小松菜とツナのマヨポン。ごまマヨポン。はい、ありがとうございます。ごめん、ごまマヨポンはえ、できました。二品目？あ、ちくわと卵だ。二品目ですか？そう。どうしようかな。ちくわもう一個使おうかな。一個でいい？いいよ、一個で。一個でいい？これを一個でちくわと炒めていくよ。はい。じゃあ油、ごま油だな。ごま油。はい。ごま油を熱して。ここに卵を。これ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 、ね、これを
炒めていきます。これは炒めてね。よし、これね、はい、半熟で戻すからね。はい、戻すと。カレーパン温めてないんだ。カレーパン温めてないんだ。せっかちだから。何してですか。もうちょっとせっかちだからさ、私、はい、卵に火が半熟で通る前に空いたスペースにチクッと待つな。でもこれは多分できるだけ早く作れた方がいいよね。そうだね。でこれさ、半熟にできたら冷めてこうちょっと取っとくわ、出すわ。はいはい、ね、こういう感じで半分でさ、フライパン半分で卵やって、半分でこれ小松菜とちくわを炒めていくよ、ごま油でね。これでいいかな。あ、小松菜ね、後から葉も入れるから、葉っぱの方、はいはい、今は茎の方を入れていきます、はい、ね、いい感じです。炒めていきますよ。もうちょっとお待ちください。はい、お願いします。僕もせっかちなんで早くお願いします。あ、そのうちだね、やっぱり、はい。次に葉っぱの方を炒めていくよ。残り小松菜とね、梅とこれ豚肉、こんな感じで残ってるから、はい、ね、これもうサッとできるわ。待ってて、これ葉っぱの方を火が通ったら、葉っぱの方が火通りやすいんだ。そうそうそう、だから茎、先、うん、茎を先に炒めて、これ大きかった、なるほどね。ね、そしてもうこんなのさ、ちょっとこうなんだろう、お弁当とかだったらこっち側でメイン炒めて、うん、こっち側の半分で副菜を炒めればいいから、ね、はい、このお弁当のおかずとかにもいいと思うな、はい、そしてここで鶏ガラを少し入れるよ。味付けですね。そう、味付けです。鶏ガラを少し入れまして、ね、でお酒を少し入れて、でもうお塩コショウ、ちょっと塩辛めね、コショウ少し入れて、はい、でこんな感じで、で最後に少しだけごま油かな。あ、間違った、卵戻すんだったね。またもう、これ卵戻して、はい、火止めて、浮いてきた、こんな感じでございます。見た目ニラ玉みたいだね。あー、まあそうかもしらん。でもちょっとお皿に盛るわ。はい、はい、お皿出す。中盤に縦がいい感じですね。はい、よし、お皿はできましたよ。ちくわと小松菜のと卵の塩炒めでございます。見せて。はい、ちくわと小松菜と卵の塩炒め、うまそう、うん、はい、2品目、だし洗ってない、拭いただけ、そのまま、うん、そこでですね、油を熱して、はい、何本あるか知らないけど 100g ぐらいかな、多分。ここに小麦粉、私は米粉つけてます。これをまぶして、ね、米粉、うん、小麦粉と米粉って一緒、同じ同じ、どっちでもいい。あ、そうなの、うん、あんま喋ってる時間ないから、はい、すいません。で、小松菜と茎の部分一緒に炒めていくよ。先に茎を炒めるのはどっちの料理でもポイントなんだね。そうだね、硬いからね、要は硬い野菜を先に炒めないと時間差でさ仕上がり変わっちゃうからね、はい、だから小松菜を炒めていく、それからネギも一緒に炒めていく、ネギ細切り、斜め薄切りにしたネギ、はい、これも一緒に炒めていきます。 OK？ で、これ感じで炒めていく、一緒に炒めていくよ。はい、はい、毎回なんか思うとね、だってなんかせかされてる気分なんだもん。自分でさっき話してる時間ないからって言ったんですよ。火が通ったら次に、はい、小松菜の葉の部分入れていくよ。はい、で炒めておきます。でここで混ぜたら、
の葉っぱを炒めたらもうすぐできるからね。はい。これでですね、次に、はい、これでお酒をさっと入れて、みりん入れようかな。みりんさっと入れて、で、ちょっとお醤油入れて、入れてですね、もう最後梅を入れてこう。梅ね、なるほどね。さっぱりといきます。はい。ほら、できた。梅炒め、小松菜の炒め、梅炒めです。はい、できた。盛り付けます。はい、お願いします。うまっ。うん、あ、いい感じ。うん、おいしい、おいしい。私は好きね。ポン酢もいいかなと思ったけど、さっきポン酢使ったし。確かに。うん、だからこういう梅にした。で、最後にごまを散らすかな。ほら、うん、はい、3品目豚肉と小松菜の梅炒め出来上がり。ほい、梅が乗ってていいの。さあ、できました。じゃあちょっと食べてみたいと思います。まずなんか名前を、うん、僕がさ、小松菜とツナのマヨポン。マヨポンで、これが小松菜とちくわと卵の塩炒め。はいはい。で、これが小松菜と豚肉の梅だれ炒め。はい、みたいなやつ。そのままやん。はいはい。食べてみます。はい、どうぞ。はい、じゃあまずはこれね。これさ、ちょっと食べてみてからさね。うん、一味入れたんだよ。うん、またその一味がいい仕事してる。へー、なくてもいいけど、うん、大人とかはちょっと一味入れてもいいかもしれない。なるほど。うん、これ美味しい。お弁当にもいいね。うん、それからこの卵、うん、とちくわの塩だれ炒め、これももうまあ定、まあちゃちゃっとできるね。うん、うん、美味しいですか。うん、これもうだっけ、間違いないでしょ。間違いない、間違いない。俺はこの梅がちょっと気になるね。鶏ガラ入れてさ、普通だよ、うん、普通。大した特別なもの作ってないよ。これ梅も、梅とね、うん、こんな感じで豚肉と一緒に梅とさ、美味しいでしょこれ。うん、いいと思うよこれ。ちょっと待ってよ。いただきます。うん、最高最高。うん、美味しいです。はい、作ってみてください。はい、ありがとうございます。